ララミー軍は、アメリカ合衆国ワイオーミング州南東部の角にある、軍。2005年の推定人口は85,163人で、州内で最大の人口を誇る。軍庁所在地は、シャイアンで、ララミー軍一つで、シャイアンメトロポリタン統計地域を構成している。1858年に、当時のカンザス順州、アラパ法群のサウスプラット川流域で金脈が、 発見された。その後、それをきっかけにパイクスピークゴールドラッシュが生じて、多くの人々が夢を求めて移り住んだ。しかし、彼らは、カンザスやネブラスカといった順州の政府から離れた。ここで、現在のまま生活するのは不便だと感じていた。そこで1859年10月24日に、彼らによる投票が行われ、自分たちが運営する。 ジェファーソン巡州を組織することが決定した。また、翌月には、ジェファーソン巡州議会によって、シャイアン軍を含む12軍が組織された。シャイアン軍はこの一帯に住む、先住民族のシャイアン族にちなんだもので、現在のララミー軍の大部分を取り囲んでいた。また、ジェファーソン巡州は一度も合衆国の公認を受けなかった。その後、1867年に、 現在のララミー軍が組織され、1868年7月25日には、ワイオミング巡州が作られた。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積6961平方キロメートルである。このうち6957平方キロメートルが陸地で、4平方キロメートルが水地域である。総面積の0.06%が、 水地域となっている。ララミー郡の人口ピラミッド、中央区にあるのが、シャイアンのワイオミング州会議児童。2000年現在の国勢調査で、この郡は8万1,607人、3万1,927世帯、及び2万1,614家族が暮らしている。人口密度は12、平方キロメートルで、5。 平方キロメートルの平均的な密度に34,213件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人88.92%、アフリカン・アメリカン2.60%、先住民0.85%、アジア系0.95%、太平洋諸島系0.11%、その他の人種4.00%、 および今月、根結2.57%で、人口の10.90%がヒスパニック、または、ラテン系である。人口のうち23.7%が、ドイツ系、11.1%が、イングランド系、10.3%が、アイルランド系、7.4%が、アメリカ系移民の子孫である。3万1927世帯のうち、 33.20%は18歳未満の子供と暮らしており、53.90%は夫婦で生活している。9.90%は未婚の女性が世帯主であり、32.30%は家族以外の住人と同居している。ーセントは独身の居住者が住んでおり、セントは十五歳以上で、 独居である。一世帯あたりの平均人数は2.45人であり、家庭の場合は2.98人である。軍内の住民は25.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.60%、25歳以上44歳以下が30.50%、45歳以上64歳以下が22.70%。 および65歳以上が11.50%にわたっている。中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は100.90にいて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は100.00にいる。この群の世帯ごとの平均的な収入は39,607米ドルであり、家族ごとでは46,536米ドルである。 男性の31,644米ドルに対して、女性は24,406米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は19,634米ドルである。人口の9.10%及び、家族の6.50%は貧困線以下である。 18歳未満の12.00%及び65歳以上の6.50%は貧困線以下の生活を送っている。都市庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州ララミー郡の基礎情報を。全国カウンティ協会。2008年9月14日閲覧。ワイオミング順州に仮政府を置く法律。アメリカ合衆国議会。 2008年9月14日閲覧。アメリカ合衆国統計局。2008年9月14日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。